それでは課題4の説明をしたいと思います。壁面をデザインして椅子8台を展示したブースの 3D をスケッチアップで作成していきます。最後までよろしくお願いします。造作壁の位置を平面図で確認を行います。造作壁の寸法は横幅8000、高さ2000、奥行き100です。ステージ横幅10メーター、奥行き3メーターのちょうど中心、縦横中心の位置に造作壁があります。立面図から造作壁の位置を確認します。この赤い線で囲われたのが造作の壁にあたります。四角や丸などの開口部を開けて壁を演出します。このように壁に四角や丸などの開口部を開けた事例を参考に各自壁面をデザインし、家具を配置し、ブースイメージをスケッチアップで完成させてください。それでは始めていきましょう。さあ、崩していきたいと思います。今回はスケッチアップ、メイクを使用しています。まずステージを描きます。はい、1点目がを決めて、2点目は数字入力です。1万の奥行き、3000。はい、ステージの長方形ができました。プッシュブルで高さを与えます。はい、基準線を引きます。左側から中心に向かって線。選択解除して、もう一度線ツールで、はい、右側の端から中央に向かって線。はい、壁面造作はステージの外で書きます。はい、壁面造作は横幅8000。はい、高さ2000。はい、同じく8000で最後端点に結ぶと長方形ができました。これにプッシュブルで厚みを持たせます。100と入力。今回はこの壁面に四角や丸の開口部を開けてデザインを行います。最初にステージの上にこの壁面造作が載ってるとどんな感じで見えるかっていう確認をちょっと行いたいと思います。壁面造作を選択して移動ツールで移動させます。このエッジの中心から先ステージ上に引いた基準線の端点に持っていきます。ここですね。はい、で選択解除して、はい、こういう感じで見えます。こんな感じです。はい、高さ2000なのでステージ100でトータル2100、身長より高い壁になりました。はい、どのような丸や四角を開けると効果的な演出ができるかいうのを各自考えてほしいと思います。コントロール Z でステージの外に戻します。少しこの作業を見といてください。今回四角丸は寸法気にせず開口部を開けてもらって構わないです。なおこのようにまずペンツールで四角を引きます。プッシュブルを押します。この壁ずっと押します。このように、はい、このようにすると、はい、開口が取れました。開口部ですね。はい、もう一度やってみます。同じようにこのように線を引きます。こういう感じで、はい、選択解除してプッシュブルを押しながら壁の向こうに持っていくと、はい、このように開口部を作ることができました。こういう感じで各自どんな感じにしたらいいか考え、開口を開けていってもらえたらいいなと思います。でこういう感じですね。はい、丸もちょっと入れてみます。丸はこの4つがあるんですけども、一応中心の円を引いてこういう感じで回していくと、はい、円形が作れます。はい、プッシュブルを押してまたクリック押しながらですね、マウスを押しながら壁の向こうに持っていくと、はい、こんな感じで壁をぶち抜くことができます。はい、こういう感じです。開口穴開けは自由なので各自いろいろ考えて穴を開けてみてください。はい、気にならなければまた再度壁面造作を書いていただいて検討してください。もしくは
コントロール Z で一つずつ元をしていくか、その手順はお任せします。はい、一度いきます。長方形ツールでもできます。こんな感じで、はい、リズミカルに見えるのはどういう感じかいうのは書きながら見つけてもらったらいいと思います。こんな感じでもいいです。というふうに大きなものが開口が開いててもいいかもしれません。はい、ということで各自考えてみてください。造作の開口ができました。はい、できましたらステージ台の方に持っていきたいと思います。カッコ、はい、じゃあ移動させます。はい、こういう感じです。あとは家具8台セレクトしてここに配置して完了です。はい、ダウンロードしたこの椅子ですね。この椅子を実は編集機能で白から木目とかに変更することができます。その解説を行いたいと思います。クリックします。コンポーネントの編集をします。選びたいところをクリックして、この点線で囲われた状態でマテリアルを持っていくとこのように編集が可能です。でまた戻します。でまたクリックします。はい、囲われました。もう一回クリックします。はい、このように部分的にでも雰囲気を変えることができます。ぜひ覚えておいてください。はい、椅子を8台並べるとこんな感じでかなり迫力のあるいい感じになってきたと思います。またマテリアルをこういう風に入れたりするとかなりまた雰囲気が変わっていきます。レンガの壁なんかにするとニューヨークディスプレイみたいな感じで演出することができますので、各自その素材選定もいろいろ検討してみてください。はい、2案面の方の紹介です。こちらは開口部を大きく開けた状態ですね。はい、イメージがまた全然違います。皆さんいろいろ検討してみてください。はい、壁面造作に四角や丸などの開口部を穴を開けてですね、演出を行ってみてください。課題4、壁面造作をデザインし椅子を8台展示したブースの解説以上になります。早速作業に取り掛かってください。